今や押しも押されもせぬ国民食となったラーメン。日本全国あまたの店がしのぎを削り、一つの丼の中に繰り広げるラーメンという芸術。そんなラーメンをこよなく愛するあなたにお送りする超ラーメン情報プログラム、ラーメンウォーカーテレビ2。さあ、そんなわけで今回3人が訪れたのは、ラーメン界異端のカリスマが新たに放つ麺劇場幻影六本木店。一歩足を踏み入れれば麺劇場の名にふさわしいラグジュアリーな空間が。その舞台の中心に立つ男、それが店主の入江秀樹。この表情とは裏腹に、選ばれし料理人しか参加を許されないあのアイアンシェフにラーメン店主として初めて出演を果たすなど、その実力は折り紙付き。上品に抽出されたまろやかな豚骨スープと、見てください、このダイナミックな湯切りで仕上げるプリップリの自家製高水麺。そしてそして、最高等級のイベリコ豚を贅沢に使用したチャーシューに、今回の味の決め手、自慢の XO 醤を注ぎかければ、入江店主渾身の一杯が完成。果たしてそのお味とは、ぜひご堪能あれ。いただきます。すごい。おお、香りが本当。もう何回も嗅いじゃう。ね、何回も嗅いじゃう。うん。すごいすごい。いい匂い。このいい匂い。海鮮みたいな香りするでしょ。とちょっと辛そうな感じ。なんだろう。ちょっと唐辛子の感じ。そう。これがXOじゃないですね。なるほど。これ食べるとどういう味なのかという。じゃあ皆さん準備はいいですか。はい。はい、それでは両手を合わせて。はい。はい。いただきまーす。いただきます。なんでもっと持ってくださいよ。いただきます。なかなか大人は言わないですね。このね、はい、こっちからいきましょう。こっちがね、かかってるのがこのエクソージャンなんで、それがない、油のない方からいきましょうね。いただきます。うん、あ、なるほど、すっきり、おいしい。なんか ね豚骨のそのおいしい部分を抽出した感じですよ。なんかこれ何回でも絶対食べれる味だ。ね、これはもうこってり系の豚骨ラーメンがちょっともうこう年齢的に厳しくなった人にとってはものすごい食べやすい豚骨ラーメン。確かに、そろそろ、はい、こっちのね、半分がエクスジョーさんの方こう、ね、スープとちょっと混ざった感じの。そう、行ってもいいですか。どうぞ行っちゃいましょう。やったー、はい、これが豚骨スープと混ざると全然違う。うん、うん、え、なんだろうこれ。え、うん、結構変わりますね、ね、本当に。ね、エクソージャンっていうからもうちょっとジャンって感じよね。味噌っぽいのかと思ったら、うん、結構香味油みたいな感じで作ってかけてる感じですね。私ずっとエクソージャンをあんま知れてなくて、はい、とは何ですか。高級ってことでしょ。そうですね、高級。だからブランデーのナポレオンとか VSOP とかでしょ、うん、あれの一番上が XO なんですよ、うん、だから高級ですよっていうことで、要はつまり、そのぐらい高級な、え、それで合ってます。そうそうです、100点です。え、そうなんですか。100点の答え。なるほど、最高級を全部詰め合わせたそのタレ、そうです、っていうのを XO じゃん。じゃあ高級なものをすごい食べてるんだ今。高級なものです。中国の調味料、へぇ、XO。麺食べていいですか。麺もね、今ね、すごい優しく優しくね、確かに、うん、うん、うん、ね、これもあんまり食べたことない感じでしょ、麺が。結構水が多いってことですね、加水率が高いっていう、これ軽やか、なんかシュル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 と入ってきますね、すごい柔らかい。なんかこの多分空気も多いんですよね、多分。そうですね。まあ、製法もやっぱりもともとちょっと違うんですけど、はい、基本的にはその先ほど言っていただいたように加水率、水分量が日本国内で作られているいわゆる製麺機械を使った麺としては一番水分量が高いはずです。47% で、半分ぐらい、はい、でそれと卵が 10% なんで、かなり特殊な麺なんですよね。あと、すくい上げるスープによってこの麺って女の子と一緒で色気が変わってくる。そう、失笑はやめてもらいます。真剣な話なんですよ。ねねねね
っちゃけ真面目なのかちょっとおふざけ入ってるのかよくわかんない。ちょっと表情がね あれ笑いながら怒る。怖い怖い。じゃあそろそろチャーシューいきますか。これがこれですよ。これいらっしゃってずっとすごいやつですよ。これちょっと違いますよ ね普通によくあるチャーシューじゃないですね。これがイベリコ豚で、イベリコ豚の中でもあの一番いいやつ一番いいやつこれ本当最高級です。あのベジョータ。ベジョータ、ベジョータ。ちょうどその業者さんが今いらっしゃってました。えベジョータ業者だすごいすごいすごいですこれ。すごい。まさに食べていいですか。もういっちゃいますか。すごい。うん、甘い。どんぐりを食べて育った豚なんですよ。そうなんですか。日本のどんぐりと違ってあの生のカシューナッツとかナッツみたいな味がするんですよ、甘い感じの。え、美味しい。それを食べてるんでやっぱ脂身の部分がすごいそれを引き出してるんですよ。え、どうしよう、美味しい。さすが違うなって感じ、これね、普通の豚とは。なんか、2枚しか入ってないから、私はすごい、なんだろう、好きなものとかは最後に残したい派なんで、この1枚は最後に取っとこうと思って、ね、うん、これ今度来た時はね、まあ、いっぱい入れてくれるから。ほんと？ベジョータマシでとか言うと、バンバン入れてくれるから。ま、スープ、麺、トッピング、その全てがまさに一級品。そのあまりの美味しさにラーテレ MC 陣の箸が止まりません。あ、美味しそう。もうあっという間に完食。最後にスープを飲み切ろうとしたその時、そう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 、すげえ見られてた。この後卵飯にこのスープが使います。え、そう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 なんです。飲み干しちゃダメなんです。絶品スープは卵かけご飯と一緒に味わうのが幻影流。もうこれが激うま。まずは卵かけご飯のみでそのうまさをシンプルにどうぞ。え、すっごい楽しみ。うん、うん、うん、濃ゆいですね、やっぱ卵がね。おいしい、うん、え、これはおいしい、本当に。うん、おいしい。え、待って、めっちゃ食べる。すごい久しぶり食べた卵かけご飯で、うん、ね。じゃあそのぐらい召し上がったら、はい、残ってるスープをなるべくそこの方から2杯半かけて、でレンゲで召し上がってください。わかりました。めちゃくちゃ美味しいです。美味しい、めっちゃ美味しいです。本当、本当美味しい。卵かけご飯こんな美味しいんだ。美味しいですよね。美味しい。知ってます。エクソージャンにこう、ね、辛みがあるんで、それがこう卵の、ね、甘い感じとちょうど混ざるとまた甘辛い感じになって、で普通だとやっぱりそのスープかけるとちょっと塩分が濃くなるような気がするはずなんですけど、実際は同じ塩分濃度で卵飯も作ってるんで、かけても全然変わんないですよ。そうなんだ。ね、僕この間来た時、一人で来た時は卵かけご飯食べなかったんですよ、うん、でもやっぱ食べるべきですね、これは。もったいないです ね食べないと。最後のエクソージャンの楽しみ方がやっぱこの卵かけご飯かけて味の相乗効果が生まれて、うん、初めてこのラーメンが完成すると。本当にもう美味しくて大好物になって、また絶対食べに行きたいなと思いました。うん、私の人生がさらに色濃くなりました。ありがとうございます。